どうも皆さんこんにちは、しらたきでございます。ということで今回も大聖巨人軍を復活する物語やっていきたいと思います。はい、ということで現在6月13日阪神戦、いやということでね、現在1位なんですけれども、今日はねマスカットスタジアムでの試合ということでね、非常に珍しいですね。はい、まあ、大体ペナントやってるとね市民球場なんですよ、本拠地以外だとね。いやだからこういうマスカットスタジアムみたいなね固有のその地方球場で戦うっていうのは貴重な経験だからね、今日は頑張っていけたらなと思います。はい、ということでやっていきましょう。まあ広島とちょっとゲーム差話したんですけれどもね、何よりも阪神との相性がいい。2勝7敗はね阪神から見ての成績なんで、こちら7勝2敗なんですよね。いやいいね、これぐらい相性がいいとなるとね、もう現実超えてんじゃない、7勝2敗まで来るとすごいですね。さあということでやっていきましょう。いやちょっとね投手陣も野手陣もね不安定な人は本当不安定なんで、ちょっと1軍2軍で入れ替えていきたいね。さあ田口さんはさすがの勝率ですね、今年も勝率第1位取れるんじゃないかな、頑張ってほしい。そして堀野さん、まあ前回打たれたけどこのまま使ってきます。そして原田さん、ちょっと防御率悪くなってるね、すごいねすごくね本当すごいな。あー跳ね上がってきたな、おおすごく、ちょっとこの小沢も2人がすごい。堀池さん、ああいいね、堀田さん、おおまあまあまあ、おおまあまあまあ、そして素晴らしい。ちょっと井上さん変えるか、戸郷さんかな、あげるなら。うん、戸郷さんもちょっとラストチャンス感あるよな、もう28歳だもんな。そしてあんまりね4点台だったこともないんだよね、だいたい規定に、まず規定0回、4点台もほぼないみたいな感じだから、今年がちょっと結構、まあ、枠の関係もあるけどギリギリだよね。さあ勝美さんです、あいいですね、うん素晴らしい、うんちょっと頑張ってほしいけどな、岡本さんにはね。そしてエドモンド、いいねいいね、うんちょっと今スランプなんだよね城島さんね、まあ、あとセカンドできるっていうのもでかい。そして山瀬さん、うんちょっとキャッチャーかな、ジョーさんあげるかね、ついに我らのジョーさんが来ます。はい、じゃあ小林さん下げてジョーさんあげよう。さあそしてキャッチャーにジョーを入れる。パワー B だからね、阿部さん2世になってほしいね。はい、そしてねジョーさんってドラフト何位なんだっけすんげえ今更な疑問なんだけど、何位だっけドラフト、1位か、ドラフト1位か、すげえな、漢字でやると2文字なんだ名前すごいですね、ジョー・ケイ、ジョー・ケイ、すごいな。はい、ということで、やっていきましょうか。いや、7勝2敗だったら勝たないとダメだよな。ほんとね、僕が操作するとき以外は勝ってる、コンピューターは。はい、すごいよね。さあ、そして二遊間が絶不調ですね。ショートに増田陸さんを置きます、今日は。そしてセカンドには、若様を置きます。はい、これでいきましょう。レッツゴー。さあ阪神タイガース対読売ジャイアンツやっていきましょう。マスカットですからね、いやーうわーこういう感じか、あんまりここで試合したことないからな。マスカットじゃない方では一回やってるはずなんだよ確か、なんだっけな、球場名が思い出せない。そして今村さんよ相手は、まあ、今村さんに抑え込まれたからな、今日は打ちたい。うわいいピッチャー、ほんと巨人を出る喜びを体現したな、絶対打つ、いいとけ。あーあのもう片方の球場は確かね、あのチャンピオンシップ僕生配信でたまにやってるんですけど、その時の、サムネがねそのシーンなんですよね。あなぜチャンピオンシップなのにペナントのシーンを利用してんだって話なんだけどまずね、あ巨人を出る喜びだなこれが。さあこれ大山さんと北条さん気をつけたいね、こっちは1点台だから、1点台前半の前半だからね、かっけえな。山本由伸さんが巨人のユニフォームを着る姿がし、まずね想像つかないんですけど、まずい、これはまずい、まずいぞ、危な。ハンセンと岡本さんとか絶対追いつかないと思ったもん、両方打撃全振りだからね。おお危ない危ない危ない、コンピューター特有のカクカク守備やめて、怖いからさーてと、よし、OK、ナイスキャッチ、いいね。いや、ちょっとね、ドラフト1位の末永君とかもね、ちょっと能力判明してきたんで、ぼちぼちと使っていきたいところなんですけど、末永君、ちょっとな、あんまり能力が高くなかったね。しかも、早慶 F なんで、ショートの早慶 F って結構致命的よね。栄冠9とかやってても、ほんとやばいもん。さあ、そして一番怖い人。よし。いいんじゃない、ええー、ね、素晴らしい。さあ、
まあ、あれかやっぱ、まーって広島とはあれなんだね、あの引き分け数同じなんだね、ずっと引き広島とはさ勝利数同じだったらあの同率っていう感じで並んでるからな本当勝率違いっていうのがほぼないんですよね、並んだ時。いやー打ってほしいけどな。でもコメントでね、あの采配レベルが低いと打たないから変えた方がいいって言われてたの、菅野監督。あー当たりいいのに。まあつってもなんか原監督政権の最後の方でもちょっともうひんだぶり発揮してたんだよな。でも問題はね、この大正義シリーズ初っ端からひんだだった気がするよ結構初っ端からひんだだったよね、この2020バージョンはね。まず山本さんに負けをつけるというのは許されないと思うんで。ナイスボール、いいね。いやもうほんとすごい、これもさパープロのさ球でさ惚れ惚れするなんてなかなかないよ。あ、このメリハリあるフォームからのズドン、すごいよね。さあファーボールなしでいきたいな。ナイスボール、3者連続三振、いいね。パリーグのエースがセリーグに来たらこうなるか、圧倒的。さあここでね若手です。マサラさんフォーム坂本さん書いてもいいかもね、坂本2世って感じだし、ね、坂本さん2世。そしてドラフト1位ジョーさん来ました、いきましょう。あー今村さんも負けず劣らずすごいな。おおピッチャーが初ヒット打線頑張れや。山本さん個人軍する気だよ。あーこれヒットだったらさ、若さまで使ったんだけどな。さあそして勝利数1位があれなんだね、パリーグのピッチャーつか、パリーグの選手半分ぐらい混ざってなかった今9個のさ、9個のうちなんかね半分近くパリーグの人だったよね。3部門3人だからさ、合計9人でね。左キラーだからさ、左バッターこのチームには結構相性いいね。はい OK、 すげえなあー連続三振途絶えたか。島田さんの目西川さんに似てるよね、ここだけの話。 OK ナイス。ヒーリーがすごすぎんだよな。そうか、岡本さんがここにいなきゃいけないはずなのに。若様のフルスイングが見たい。おっいったやっぱ若様だわ。マジか、若様打つのまたこれで1点逃げ切り1点逃げ切り、また今まで1点しか取ってないこのシーズン、僕の記憶が確かなら1対9、1対4、1対0、1対2、1対0、1対6だっけか、確かね。ごめんちょっと飛んでるかもしれないし数字間違ってるかもしれないけど、全試合1点なのは確か。だからこの試合2点取れば最高記録更新なんだよね。走れ走れ走れ、でもデューク足は速くない。でも北条さん早球札じゃなかったっけ。あー、まあ早球ちょっと安定してないな、確かだった今の早球見てね。さあ歴史を築きましょう。岡本さんランナー出たら一発勝負、そこの考えは変えてない。うん、引っ張り押したら流し打ちを、外角構えられるし、ね、流し打ちやったら内角構えられるし、難しいな。さあホームランランキング3位エドモンド。エドモンドのホームラン言うほど見てないっていう本当僕が操作するときホームラン打たないよねエドモンド。さあ一発勝負使おう、ハンセンで飛んだデューク、かわいいな飛んだデューク、いいよ。あーさあじゃあ行きましょう山本さん。あー三振ならつか、10奪三振はいきたいけどな、いけるかな。でここから三振増えないパターンもあるからね。うん、ヒットは打たれるな。もっとあのね1点取られたつかさ、この監督じゃさっき1対0 2つあったじゃないですか、さっき言った中で。両方山本由伸さんだからね、由伸さん以外で勝ってないんだよこのチーム。あやばい、インコースか、なんでインコース構えんの、外角勝負じゃん、インコース構えんなやインコース構えて一発勝負の時にインコース構えられたらちょっともうやあってなるから、なんでだろう、なんで外角勝負なのにインコース構えちゃうの、やめて本当に。いや仕方ないんだけどさ、別に外角勝負だからっつって全球アウトコースか、ね、やるわけじゃないのはわかるけど、あのゲーム的にさ外角ってほぼ打てないのよ。あの それすんだったらせめてさ外角と内角同じぐらいの比率にしてほしいよな。僕の体感的に外角マジで打たないからね、で内角も打たないけど、まあ、内角の方が超えて希望ある、うん、若さもさっき内角打ったしね。なんか流して芸術的ヒットってパターンも少ないしな、本当もあれよ、インアウトコースってもちろん打つことはあるけどさ、
ジョーさん、バント丸なのか、ジョー。おー、さあここでスクイズ決めるか。さあついに2点目が、2点目がついに来る。2点目、初の、今シーズン初の2点目が、はーいったー完全にフラグかなと思ったけど落としたのでセーフ。完全に今1点のままかと思ったけどね。今日はセカンドゴロとショートフライ打ちました。まああれで逆転された山本由伸さん、申し訳ないけど、まあね、自分のミスだからってなるけど、まあ入ったのです。これで負けたらあれだからな、由伸さんかわいそうだよ本当に。せっかく巨人に来ていただいたんだからなせっかくジャイアンツに来ていただいたんだから、来ていただいたんだよ本当に、高いからって。これでワンアウトランナーはありません。オリックスのエース様だからね、本当に。いやもう日本のエースでしょ。プレミア12の投球見たけどやばかったもんな。あ、今年交流戦で当たると考えるとね、やばいよね。オリックスさんの山本さん、山岡さん、田島さんのね、もういじめでしょ表ロってこの3人当てられたらもういじめだと思うよ交流戦で。それぐらいもうすごいチームだから、ピッチャーだからな。あの3人がいてもうなんか最下位って時点でパリーグのレベルの高さを感じますね本当にね。僕的には若様たま、あでも梅野さんだからやめとくか。梅野さんはやめといた方がいい。たまには流そう。でも流し打ちをしたら絶対内角構えんだよな。で引っ張りをしたら内角構える可能性、あ外角構える可能性が高い。あ、外内角構えた。よし、ありがとう僕の言ったことの逆が起きるのかな。だったら一生逆言ってる。きっとこれエドモンド打てないから、エドモンド打てないから。打てないんかい打てないんかい。そこは意図して言ってるからダメなのかな、ね、もう逆言えばいけるでしょって思っちゃうからダメなのかもしれない。あーおーおーやったやった。よしよし、 OK。 ハセ遅い遅い。これでギリギリは結構遅い。抜けろ。あー抜けない。三者残塁か。さあ左が続きますね。左キラーの山本さんには非常に美味しい展開では。さあついに0点台突入。来た0点台。まだか。あーここでホームランとかありそうで怖いな。よし、三振、あの5奪三振以外は、5連続三振以外はちょっとあんまり取れてないね。さあ内角勝負。いやーすごい。そしてついに1点台切ってるし、やばいな。社長さん行きましょう。ヒット6本って結構打ってるよ今日。あーあれヒットは出んだっけ。ヒット出るときも大体点が入んねんだよ。そして打率も1割を切るさあ勝美さんヒット欲しいな。勝美さんは外角をね、逆らわずにパーンって左に打つのが本当にヒット出やすいんですよ。勝美さんのね、流し打ちの勝率高いからな。ナイスボール。勝った試合は全部完封。そしてその2試合、その勝った試合全部山本由伸さん先発なんで。OK。いいね、本当ジャイアンツに来ていただいているようなもんだからね、本当。あんま FA では取らないようにしようかなと思ってたんですよ。やっぱさ、他球団ファンが見たら嫌じゃないですか、なんかね。巨人、山本由伸なんて言ってたら、なんか嫌だ、ね、山本由伸さん、ファンからしたらさ、嫌かもしれないからって感じはあるんだけど、まあ、それを考えても、やっぱり取りたいってなったから、そして成功だったと思います、初の FA 選手、ポスティング帰りとかは別にまあ取っちゃうけど。まあ、エドモンドとかいるしな、ここら辺の超高額助っ人たちが。ああ、今村さん、いいピッチャーだこと。普通にタイトル争いしそうだよね、サフルスイング。来たインコース、またそこ構える。岡本さん、久しぶりに見たな、長打。おめ今日なんか梅野さんがめっちゃインコース構えてくれるね。ないわち。子どもの頃はさ、なぜか知らないんだけどさ、単打のホームランと単打だと打率の増え方が違うって思ってたんだよね。だから、ね、ホームランの方がね、打率増えにくいって思ってたのなぜか知らないんだけど、なんかホームランでなんか点入る分なんかちょっと打率はちょっと増えるの少なめですよみたいなさ、ちっちゃい頃はそう思ってた。なんでだろうね今思うと。はい、さあ頼むぞ宮脇さん抑えたい。
ナイスボール。これ10超えたんじゃない？あ、鈴木大地さんか。代打に鈴木大地さんってそう熱いな。よし、素晴らしすぎてもう泣けるよね。もう泣けてくるレベルだよ。さあ、左キラーに対して左のバッターどんどん出してくるのいいね。うおー、打ってきた。この回采配全部当ててるんですがね、一応。ナイスボール。素晴らしいな。でちょっと、あ、清水さん阪神にいるの、マジか。阪神も結構選手取るんだね。さあちょっと見るか。山本さんは、8回投げて97球11奪三振素晴らしい。で今村さんは8回投げて92球7奪三振両方すごいね、素晴らしいね。まあでも点取ってるのはこっちなんで、はい。おお、ハンセンいいじゃん。いや、なんか今日打つね。まあまあ、さあ大丈夫かな。もう守備固め込めて、あ、でも守備できる人あんまいないんだよな、このチーム。ほら、もう石川さん、まあ、石川さんと山下さん両方 D あるっちゃあるんだけど、でハンセンも言うほど守備下手ってわけでもない。 E の47あるから、なんであそこまでひどいかっつったら総力なんだよね。ダイソーじゃ、ダイソーでまず、あ、湯浅さん行く。湯浅さんも C あるんだよね。もうほら、そうでしょ、もう木村拓哉さんとになってほしいからっていう感じで作ってるから、湯浅さんなんだ、ダイソー送ろう。およ、マジか、うまい。僕ちょっとジョーにチャンス作ってあげたいなと思ってさ、頼むわジョー。打つんだジョー、立つんだジョー、ジョー。さあジョーにちょっと花も出してあげたいなと思ったんだけど、山本さん2安打だよ今日。なんかめっちゃ打ってんだけど。そっか、自分で打たなきゃ、つか総力しやんのか、自分で打たなきゃ勝てないというのを悟ったか、つか、すげえな。第3球を投げた。走れ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 、勝見の足ならきたー。北条さんの送球ここで出たな。さあ若様、若様素晴らしい。シングルだろうけど、あ、セカンド行った、いいね、足が速いっていいことだ。4点目、いいね。なんか4試合分の点をここで取ってるよ。4試合分の点をここで取ってる、いいじゃん。今考えてみると異常だね、今までこれで4試合分の得点よ。ダメか、あ、待って、北条さんはあるよ、まだないか。やっぱ競った展開でないとさすがにそらさないか。湯浅さんはそのままでいいと思うわ。でポジション替えは特にないかな、うん、特にないですね。相手はジョーさん、いや、まあ、肩合いそうだしな。ジェームさん、あとは完封目指して頑張ろう。よし、今日相手がなんか普段の僕の監督試合みたいな打撃やってるね。まあでもヒット4本打てねえか。さあ怖いバッターパート1ですね。瀬野君とこの後の大山さんが怖いです。よし、あとヒットリー、あとヒットリー。今のところこのシリーズ山本さんでしか勝ってません。うわー、やっぱホームラン打たれたな。でも防御率が消えちゃうのか、1点台じゃなくなっちゃう。 OK、 はい、ということで皆様ご視聴ありがとうございました。このシーズン3勝目ですね。そして3勝とも山本由伸さんです。はい、いや今日はね、初の1得点以上、そして山本さんついに1点台を上回る0点台突入と、すごい試合でした。しかもね、マスカットスタジアムでの試合もね、非常にいい経験になりましたね。またここで試合したいなと、雰囲気好きですね、この球場もね。はい、というようにします。チャンネル登録高評価してない方がいたら、ぜひともクリックよろしくお願いいたします。そしてツイッターのリンク概要欄に貼ってあります。ぜひともツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ではお疲れ様です、さようなら、じゃあね。この流れで次のゲームにも期待しましょう。